こんばんは、野本翔平です。今日は4月の、24日の夜です。選挙戦も残すところあと1日、明日1日になりました。そうですね。今回、ね、できるだけのことはやっているかなと思って、思います。とにかくなるべくいろんなところで演説をしてます。それが自分の今回そういうふうに、やろうとなんか途中から思いました。やっぱり演説してる人ってそんなに多くないです。選挙戦やってて共産党の皆さんやってますね、演説。僕ね、そういうところ、共産党のなんかそういう愚直っぽいところ好きなんですけど、他の人で演説してるの見たかな。見てない。大久保さんと斉藤さん、あとは石井さんだよね、ぐらい、持田さんがやってたって言ったかな、日本柳さんがやってたって言ったかな、決まりでぐらいですかね。まあだからね、あんまりね、30人候補者出てるんですけど、ほとんどの人は車に乗って、自分で喋ってる。まあほとんどの人は車に乗ってね、ウグイス嬢の人が喋ってる、隣で、名前とか連呼してる。あれで、多分本人はいろいろね、近所の地域、挨拶回りしたりとかしてるのかなと思うんですけど、演説をしてるところほとんど見てないんですね。なんでやっぱね、演説しなきゃなって思うんです。自分が何やりたいのか喋んなきゃなと。そういう選挙がね、これからもっと普通になってくるといいなと思うんですね。何をやりたいかで選ばれるっていうね、そういう、こう政策重視というかね、内容中身で選ぶっていうね、そういう選挙がこれからどんどん、多くなってくるといいなと思いますね。やっぱり、なんていうかね、こう、結果はね、明後日の今頃には結果がもう出てるんじゃないですかね。今夜11時なんですけど、とにかくいい結果が出せるようにね、明日一日頑張ります。僕ね、なんかこう表にあんまり感情が出ないタイプでして、なんかやる気なさそうとかよく言われるんですけど、めちゃくちゃやる気あります、この選挙に関しては。とにかくね、最後は明日勝ちに行こうと思います。絶対勝つぞ。おー、野本翔平でした。結果をね、楽しみにしましょう。明後日ですよね。それでは頑張ります。よろしくお願いします。野本翔平でした。